お、僕が作った HP バナナ？マジで栽培してるの HP バナナ。やばくない？はい、それじゃあ出発しますか。はい、今回一緒に行くのは、はい、ゆうかさん、そしてプーさん、はい、ミラさん、この4人で行こう。はい、出発。クイズマンや、クイズマン。ちょっと待ったわ。いつまでも遊び心を忘れない。ご存知、ミスタークイズマン。チラリと見えたあれは誰かな。今日のクイズはチラ見せクイズやります。それではレッツクイズ。チラ見せクイズ全部で3問。さあ行ってみよう。1問目、ジャイアンや、ジャイアン。わかりやすい。正解。やるじゃないか。2問目、アスム。よし、オッケー、正解。3問目、しんちゃんや、しんちゃん。速攻、正解。選択肢が出る前に全て正解していくっていうね。おめでとう、君には参ったよ。これをあげちゃおう。 MP やミャを5個ゲット、ありがとう。余った MP やミャやドヤに送った。ではまた会おう。さあ、これで先に進めるわけですね。ここが目的地？あ、やね、目的地やね。さあ、来たよ、来たよ。ん？あ、なんですって、みんなとはぐれちゃった。仕方ない、先に進もう。何かあるのかと思ったのに、そういうことか。仲間たちが半分ずつに分かれてしまった。今にも何か現れそうな雰囲気やったやん。そういうことですか。まあ、とりあえず料理をお任せで。あー、ダメだな。でも一応アイナ攻撃をアップしたけん、味と引き換えにね。はい、ゲームコーナーでルーレット。強火のエプロンをください。強火って何？普通に火力のこと。強火のエプロン。あー、お、いいぞいいぞ、やったね。今ちょっとなんかヒーローみたいなやつつけとるけん。景品、強火のエプロンゲット。あやね、火力やね。はい、あゆなに。さあ、どれがいいかな。あ、これよくない？なんかシンプルに。はい、それじゃあ、お小遣い。あー、もう全然足りてないや。まあ、またそのうちね。はい、それじゃあ今回は、はい、レミちゃん、ゆうかさん、あと一人はどっちだ。はい、めぐちゃん。はい、この4人で行こう。あれ、この先伸びんやん。え、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと。ここでいいんかな、入るの。あ、なるほどね、そういうことね。え、どこも道ができんって思ってしまった一瞬。素敵なドレスだね。あら、ありがとう。女の子の憧れだよ。そうかしら、おほほほ。う、なに、はあ、はあ、大丈夫？コルセットがきつくてお腹で息ができないのよ。つら、お姫様って大変なんだね。コルセットか、全然つけたことないけど。でもなんかさ、ツイッターとか見よったらめっちゃ、何、コルセットをぎゅうぎゅうに巻いて、めっちゃ細い人とかおることない？え、あれってどういうこと？あれはもう無理やり
無理やり細くして形状記憶みたいな感じってこと？あと骨の形とかも変形しよるよね、あれ。そういう感じでダイエットしよるってことかな。怖っていつも思ってしまう、あれ。ね、いい感じに痩せとんならいいけどね。なんか細すぎじゃないみたいな。そっか、そのは石だけなんやね。元大魔王なのに、もうちょっと何かしらね、武器ぐらい装備していただきたいけど。だって今までってこう、助っ人もちゃんと職業があったけど、今回ね、ここで新しく合流しとる元大魔王のアスムは無職ってことよね。はっきり言ってしまうと、アスム心強い、何も心強くないんやけど、石投げよるだけよ。お、骨ビスケットと特上骨ビスケット、いいね。ずんどこずんどこ、どうした？あ、電気が、あれ？真っ暗で何も見えない。みんなどこ行ったの？右を、違う、左を探そう。いた。なんでみんな踊ってんの？何が、そして怒られてもね。別に電気を消したわけじゃないから、こっちが。怖いよ。インテリバンシーや、インテリ。珍しくやる気。いけ！空焼き！熱い一撃。あ、1体かと思った。2体おったんか、あれ。エクスプロージョン。いいぞ、いいぞ。ダブルスラッシュ。そっか、ダブルって言っても、両端の2台に効くわけではないけん。ほら、4とか、そんなにしか効かんねえよ。何にも心強くないやん。もうちょっと、もうちょっと貢献していただきたいわ。ゆうかさんも手伝ってよ。あ、今モヤモヤ中なんか。それじゃあ手伝わんわ。それは手伝ってくれないわ。やった。お、あゆなレベルアップ。しかしもうさすがに新しい技はないんかな。それとももうちょっとレベルが上がったらあるんかな。おはよう。それじゃあ料理お任せで。さあどうすか。ふふ、2人が全員が満足いくような感じにはならないものか。それはあれか、選んであげるしかないんかな。はい、ゲームコーナーでルーレット。ヒーローのドレスが欲しいです。これはメグちゃんってことかな。お、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 あー、これは、通り過ぎたー。ちょっといい感じかなーって思ったけどダメやったね。ジョーピョンのおやつ。しかし美味しそう。サラダ。はい、そしてお小遣い。英雄のステッキ。ダメだな。アイスクリーム装束。かわいい。これにします。アイスクリーム装束を買ってきた。これでね、ゆかさんもパステルな感じに。どうしよっかな。私全然こうミントとか好きじゃないんやけど、ミントにするか。あ、でもちょっとこのバニラかわいい。めっちゃかわいい。これにする。はい、それじゃあ出発。さて今回は、はい、リミちゃん、キャンディーさん、今回はどっちが残る？お、ゆうかさん。はい、行こう。まあ、ゆうかさんもね、ちょっと防御力、防具を変えたばかりだから。宝箱が拾いたいです。行くか。アスムの秘密知りたい。元大魔王っていう以上の秘密ってなんかあるんかな。
デスバタフライなんか可愛いんやけど顔。なんか良くない？普通に。あ、正面から見たらちょっといかんな。ちょっと斜めぐらいから見た感じが可愛かった。今度はまたしてます。ゆうかさんとキャンディーさん2人に嫌われてるよ、つらい。 HP バナナが、しかも最後の HP バナナやったよね、ゆうかさん。くぅ、僕が作った HP バナナ、マジで栽培してるの HP バナナ、やばくない？みんなが一斉にバナナが足りないと言い出す。H バナナ2つゲットやったね。パニシメ、いい格好させない。でも割り込むのは全然いいんやけどね。その分攻撃のターンが増えるけん、ね、いい感じではあるのだけれど、あれでやっつけていただきたかったわ。余裕だった。お、リミちゃんレベルアップ。乗組員組、眠い。私も同じく。なんか一日中眠いかお腹空いたかどっちかを言うような気がする。どっちもね、あんま満たされてないからね。エクスプロージョン、頑張れ。頑張るんだ。デスバタフライとか名前からして殺しにかかってきてるもんね。あ、すむ、優しい。キャンディーさん自分も一応持っとるけどね、バラの。てか、あすむは一応さ、ここのメンバーの中には入ってないけど、どうなん？やっぱり、持てるアイテムの個数っていうのは決まっとんかな？じゃなかったらね。じゃなかったらね、いくらでも回復が可能ということになるけれど。大丈夫？言うか。そういうことじゃなくてさ、もっとなんかちゃんと敵討ちを。ちょっと待って。その間にこっちがやっつけるよ。どうだ？人の手助けをしてる場合じゃないでしょうよ。自分が頑張りなさいよ。勝てたか。なんとかね。お、ゆうかさんレベルアップ。アスムの秘密知りたい。アスムの秘密を知りたがっとるよ。なに？母、ゆうかさん像が。という夢を。は、夢か。夢ですよ。アイノはいつの間にかお昼寝して見えなかった。うたた寝をしてしまったかな。いろいろ集めたい。穴を掘る。いろいろ集めたいなら穴を掘れと。まあいろいろ埋まっとるやろうけどね。あれ、なんかいい匂いする。シャンプー買いました。しかもオーガニック。オーガニック美意識高いね。まあね、オーガニックってなんだろ。それは私もめっちゃ思いよるよ。なんか知らんけど、オーガニックってついとったらとりあえず女子力が高いような気がしてしまって、ちょいちょい手を出すけれど、オーガニックとはってなる。なんか別にオーガニックって書いてないものでも書いてるものでも同じような感じにしか思えんしね。なんやろうね。でも多分自然派？自然由来のものなんじゃないかなと思う。メガキュアバナナぐらいでよかったんじゃない？メガキュアとか必要だったかな今。身代わりになる。えらいぞ。メガキはまたしても。
でもアユナとリミちゃんも結構だなダメージを受けているのだけれど回復回復、いい格好はさせないとか言いながら、こうね、私が倒されるのを防いでくれてるよね。やばくない？ちょっと体力体力体力、 HP バナナいっぱいあるからありがとう助かります。あとちょっと、いけ、よし、よきよき。あ、リムちゃん MP もなくなっとったんや魔法使いやけにしょうがないか、いっぱい使うか。いい集団撃からやばい、みんなの反感を。当たったところ、おーっとアスムの、アスムの小石を投げたことによってとどめを刺してしまったやばいね、どんだけの威力だよって感じやけど。はい、ただいま。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。素早くね、素早く。びっくりした顔。はい、それじゃあ料理。はい、お任せで。乗組軍とかは初なんか。全員が満足いく結果にはならないな。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。大神官の杖をお願いします。あー、ダメだな全然全然だわ。ふう、景品ペア旅行券 B クラスゲット。さあ、じゃあこれは、はい、リミちゃん、それじゃあバカンスへレッツゴー。あ、全然ゆかさんも一緒に行けるわけねみんなでワイワイガヤガヤにぎやかと。2人は旅行を楽しんだ。ちょっと疲れたね、でもよかった、満足そうでよかったよ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでちょっと早く早く仲間と再会がしたいです。とりあえず少ないよ